皆さんこんにちは、いつもですね、僕がどのように動画を編集しているのか、それを今回お見せしたいと思います。分かる通り今写真アプリが開いております。これでですね、編集をしています。開始位置と、終了位置をトリミングして編集を行って、最後 iMovie で全部をつなげて編集を完了させているというような流れが、ざっくりとした流れですね。ではやっていきたいと思います。今回は写真アプリでの編集の、場面を、お見せできたらなと思います。今回はですね、2本のビデオを編集しなきゃないので、それを編集したいと思います。編集ですね。で、さっき編集したやつは、いらないので削除したいなと。ビデオを削除と。
はい、2本目の編集に行きたいと思います。はい、このような感じで写真のアプリで編集をしております。はい、いかがだったでしょうか。全盲の方とかですね、であと YouTube をやりたいななんていう方にとってはちょっと参考になったのではないかなというふうに思います。はい、ご視聴ありがとうございました。